さあ、というわけで 1P 側がロイ、2P 側 FAB、 では試合の方を見てまいりましょう。エキシビショントーナメント第1試合、まずは開幕、攻めていくのは FAB。 さあ、やはりソル対ポチョムキンということで、はい、立ち上がりはちょっとゆっくりしてる攻防になるのかなとは思っております。これはだから一気に距離を詰めた時に試合が動く感じですね。まずはバンディットブリンガーがカウンターヒット、ド派手な演出が入っていく。さあ距離を詰めていく。さあしっかりしゃがみ、小技で相手の動きを止めつつスライドヘッド耐えている。ぶっきらぼうに投げてめちゃくちゃ減った、すごいダメージだ。ロイ選手の攻めが FAB をポチョムキンの体力奪っていく。さあ対空はしっかり決めてヒートラックル、これもいいダメージ。距離を詰めて、さあお互いテンションゲージマックスですね。さあ画面の下の方にあるゲージ、あちらテンションゲージ、あれを利用するとこういったロマンキャンセルなどの強力なシステム、必殺技を使うことができます。さあ体力両者ほぼ同じぐらいだが、これはワンチャンス掴んだ方が。さあガード中にロマンキャンセルで相手の攻めを弾き返すことができますね、はい、ロマンキャンセル攻めに守り持っていってる場合なり、ヘブンリーボチョムキンバスターで天国に行ってしまうのか。倒しきる。石渡さん、はい、この演出どうなんですかね。どうってどうどうヘブンリーですから、ヘブンリーです、これは天国に行って。ああなるほど、ヘブンリーらしい。さあ牽制技に飛びを通した FAB、 ポチョムキンバスター、ポチョムキンというキャラの代名詞、さらにロマンキャンセルを絡めてコンボを伸ばしていくところ。しかしここはロイのソルが暴れを通して近づいていく。バンディットリボルバーからロマンキャンセル、さあコンボ決めていくぞ。画面端、これは画面端が割れて、まあ、画面端でコンボや強力な技を決めるとあのようにステージの端が壊れて別のエリアに移動します。そしてソルのゲージ、割ったソル側のテンションゲージがすごい勢いで増えてますね。あしかしロマンキャンセルでフォローに行ったところ、ポチョムキンバスターぶち込んでいく FAB がまずは1本。ただ本日のルールはいわゆる二先、はい、なるほど。あ、連勝制限の設定がされていない。あ、じゃあこれこのままもう、とりあえずこの試合はそのままお願いいたします、はい、さあというわけでロマン